有名な戦国大名の先祖が、足利一門だった話もありますよね。解説の霧雨マリサです。欧州の国府、多賀城って、落城しやすいと思いませんか？白霊霊夢です。今回で欧州の南朝勢力は、終焉を迎えてしまうんですかね。魂魄陽夢です。今回は、欧州南北朝の終わり、をやろうと思うぜ。前回の予告ですと、最上氏と大崎氏が誕生するんでしたよね。つまりは、欧州の南北朝の1と2の続きってことだよね。さらに言えば、上杉氏が関東で地盤を固めた、平一揆の続きの動画でもあるのですが、この動画ですが、鎌倉幕府の滅亡、室町幕府の成立、南北朝時代の始まり、欧州の南北朝、官能の上乱、足利尊氏の最後、足利義明の南征、南朝、最後の京都奪還、足利義明の最後、平一揆、北条時行、九州の南北朝、欧州の南北朝に、の動画までを見ておいた方が、中央の動きなども合わせて理解しやすいと考えております。全部見たら半日かかるとか思っていたんだけど、視聴者様からは、1日かかると言われてしまったんだけど、まあ、仕方ないですよね。最初に言っておきますが、この動画の内容が、史実をすべて反映しているものではありません。ネット上の出どころ不明の情報も含まれておりますし、ウプ主が独自で脚色を加えた部分もあります。ゆっくりの人数の関係上、一体のゆっくりが家臣全員分の役割をこなしたり、別キャラとして登場したりもしています。ウプ主も歴史の専門家でもなく、あくまで素人でしかありません。それらを理解した上で、ご視聴するようにお願いいたします。それじゃ、前回までの復習から始めましょうか。鎌倉幕府が滅亡すると、後醍醐天皇が建武の新政を始めるんだけど、足利尊氏との対立もあり、南朝と北朝に朝廷が分裂してしまったわけだ。近畿では幕府が主導する、北朝が優勢だったんだよね。こうした中で、欧州の地では幕府が派遣した欧州侍大将、石堂義房と、南朝の陳寿府大将軍、北畠顕信の戦いとなったわけだ。南欧州で最大勢力であった結城氏が、石堂義房に味方したことで、石堂義房が欧州の実権を握ったんですよね。この時点では、まだ北畠顕信が生きているんだけど、石堂義房が欧州で一番の実力者となったんだけど、石堂義房が第三の勢力になることを恐れたのか、足利尊氏は石堂義房を京都に呼び戻して、欧州の責任者の地位を剥奪してしまったわけだ。これにより、石堂氏は欧州での権力を、削がれてしまったんですよね。足利幕府では、吉良定家と畠山国氏の二人を、欧州短大に任命したわけだ。幕府は一人に権力を集中させないために、欧州短大に任制を採用したとも言われているよね。こうした中で、官能の上乱の余波が欧州まで達することとなります。官能の上乱の影響もあり、欧州短大の畠山国氏と吉良定家が、敵味方に分かれて戦うこととなる。この時に留守英統が、畠山国氏に味方したんだよね。ちなみに、今回、留守氏がキーになる部分があり、留守氏のことは覚えておいてほしいと、ウプ主が言っております。吉良定家と畠山国氏の欧州短大同士の戦いは、多くの黒人衆らを味方にした、吉良定家の勝利に終わっている。ここで、畠山氏は没落し、留守氏は領地を没収されてしまうんだよね。吉良定家が欧州で最大の勢力となるんだけど、ここで南朝の北畠顕信が挙兵し、出羽の大半を手中に収め、国府の多賀城まで奪取してしまったわけだ。でも、南欧にいた結城氏が北畠顕信の軍と戦い、背後から吉良定家が攻撃したことで、北畠顕信を破ることに成功したんですよね。欧州は吉良氏の下で、まとまりを見せたかのように思えたんだけど、ここで、吉良定家が亡くなってしまう。吉良定家が亡くなったことで、欧州に動揺が走った話があったような。吉良家の後継者である吉良光家は、若年者だったわけですから。こうした中で、石堂義房の子である石堂義則が、国府の多賀城を吸収し、多賀城を奪うことに成功したわけだ。吉良光家は幕府に帰順していた、伊達宗党に助けを求めたんだよね。伊達宗党は勢力拡大の好機と考え、吉良光家に協力し、石堂義則を多賀城から駆逐することに成功する。伊達宗党の時代から、伊達氏は勢力拡大していくんですよね。京都の足利尊氏は足利忠冬との最終決戦の直前だったんだけど、
吉良光家では奥州の地は危ないと考えたのか、二人目の奥州短大として、芝栄兼を奥州の地に派遣したわけだ。これにより再び奥州短大に任命になってしまったような。でも、芝栄兼はすぐに亡くなってしまい、嫡子の柴忠持が奥州短大の地位を継承したんですよね。柴忠持は幕府に働きかけを行うなどし、弟の柴兼よりが奥州短大となる。柴家は兄弟で奥州短大と、奥州短大を兼ねることになったんだよね。さらに、奥州短大、柴忠持は畠山国氏に味方した、留守氏の丘陵の一部を回復させ、留守氏を復興させたわけだ。これだと、留守氏は柴氏に対して、頭が上がらなくなってしまうような。世の中には、九州の南北朝に出てきた、将棋より久のように、七代にわたって弓を引かない、と宣言したのに、自分の代で約束を反故にするような、人もいるわけですが、世の中には、いろいろな人がいますから。さらに、柴忠持は大崎平野の黒人衆を懐柔し、大崎平野で大きな影響力を持つようになる。国府の多賀城は、もう一人の奥州短大である、吉良氏に任せて、柴忠持は大崎平野を拠点にしたんだよね。こうした中で、もう一人の奥州短大であった、吉良光家が若くして亡くなってしまう。奥州短大吉良氏で、吉良持家と吉良春家による、後継者争いが勃発したんですよね。ちなみに、吉良氏の内紛の隙に、柴忠持は石堂義則を攻撃し、さらに、勢力拡大を図っているんだけど、京都の足利幕府では吉良家の内紛が全国に波及することを恐れたのか、吉良春家を謀反人とし、石橋宗義を奥州に派遣したわけだ。これにより、吉良家の家督争いは、吉良持家の勝利に終わったんですよね。家督争いにより吉良家は弱体化し、石橋が奥州で最大勢力となるぜ。ここまでが、前回の奥州の南北朝のお話だったよね。奥州のことをまとめると、石橋、吉良氏、畠山氏、石堂氏で、覇者の地位を争ったんだけど、現在の状況だと石堂氏が完全に脱落し、吉良氏が勢力を後退させ、畠山氏が復権を狙っている状態でもある。そして、芝氏が奥州の勢力の中では、トップに位置しているんですよね。関東の情勢も簡単ではありますが、おさらいしておこうと思います。今回の奥州南北朝の終わりの動画は、過去に作った平一揆の話とも、少しだけ繋がっています。平一揆について、話しておくと足利幕府の二大将軍である、足利義昭の弟にあたる、足利元氏が鎌倉公方となっていたわけだ。でも、足利元氏は1367年に、若くして亡くなってしまうんだよね。足利元氏は人格者だった話もあるんですが、足利元氏が死去すると、足利元氏の子で10歳ほどの、足利氏光が第二代鎌倉公方に就任することとなる。鎌倉公方を世襲制にしてしまったことが、後の混乱を招いた話もあるんだけど、後継者の足利氏光は、元氏に比べると、苛烈にも見える面もあると感じますし。こうした中で南朝の新田義宗や脇屋義春らも加わった、平一揆が起きることとなる。新田義宗は新田義貞の子で、脇屋義春は脇屋義助の子でしたよね。平一揆は関東管領である上杉範明が鎮圧にかかるんだけど、戦いの最中に上杉範明が病没してしまったわけだ。でも、平一揆の方は無事に鎮圧できたんですよね。平一揆に加担した新田義宗は討ち取ることに成功したんだけど、脇屋義春が出羽に逃げたんだよね。ここまでが、平一揆の動画の内容でしたね。少し追加で補足しておくと、平一揆の最中に病没してしまった、上杉範明の子が後に分家し、越後上杉氏、山内上杉氏、深谷上杉氏などに、枝分かれした話がある。平一揆の乱も終わってみれば、関東管領に任命になったりもしたけど、上杉氏が関東で地盤を固める、きっかけになったようにも見えるよね。関東管領に任命といっても、奥州の吉良氏、畠山氏、芝氏と違い、上杉範明の子である上杉義則と、いとこの上杉友房の関東管領に任命ですから。関東管領上杉氏といっても、その上には鎌倉公方がいるんだけど、これで、ようやく今回の本題に入れるわけね。前置きが長かったような、奥州の南北朝は知名度が低い人物が多いから、復讐の意味では良かったとも思うんだけど、話を進めると、平一揆の乱で敗れた脇屋義春は、
ではの南朝勢力である寒河江氏に助けを求めることとなる。この頃のではでは、幕府方の右州短大である、芝金頼の躍進により、南朝勢力は寒河江氏くらいしかいなかった話もあるんですよね。寒河江氏に関してですが、この頃は大江氏を名乗っていたようではありますが、後のことを考えて、わかりやすくするために寒河江氏で統一いたします。芝家が欧州で躍進できた理由の一つに、中央で芝義行が慣例になっていたこともあり、欧州の芝氏も慣例の意向を、フル活用したとも考えられているぜ。こうした中で、芝金よりも寒河江氏打倒のために動くことになります。その時の様子を見てみましょうか。平一揆の乱で敗れた脇屋義春が出羽の南朝勢力である寒河江氏の元に逃げたようですな。寒河江氏を下すことができれば、欧州の南朝勢力の脅威は完全になくなるであろうな。欧州では我ら幕府方が圧倒的に優勢であり、我らは満タンにの兵を集めることも可能でございます。我らが圧倒的に優位であっても、やれることはやっておくべきだと思う。何か考えがあるのですかな。寒河江氏を孤立させるために、欧州の長江氏を味方に引き込もうと思う。長江氏は寒河江氏と同族ではありませぬか。今の状態であれば、長江氏も我らに組みしてくれるであろう。わかりました。長江氏に協約をかけよ。はは。芝金よりの協約により、長江氏を引き抜くことに成功したんですよね。これにより、出羽の寒河江氏は孤立していくんだよね。こうした中で、鎌倉公方である足利氏光が動くこととなります。その時の様子を見てみましょうか。平一揆の乱で敗れた脇屋義春が、出羽の寒河江氏の元に逃げたようじゃな。これを機に欧州南朝の勢力を、一掃するべきであろう。欧州短大、芝忠持、右州短大、芝金頼に命じ、欧陽短大の名のもとに寒河江氏及び、脇屋義春の討伐を命ずることとする。ここにおいて、出羽の南朝勢力の総統戦が始まるんですよね。これが欧州においての、南朝最後の戦いみたいな感じになっていくんだよね。それでは、欧州短大、芝忠持の様子も見てみたいと思います。出羽の寒河江氏討伐の命令が、発令されたと聞きましたが、うむ。わしが総大将となり、寒河江氏の討伐を行うこととなった。大崎国人衆や相馬氏、国分氏、長井氏ら密者を派遣し、軍を出すように要請するのじゃ。はは。これだけの人数が集まれば、寒河江氏の何倍もの兵力となるはずです。我らの勝利に間違いありませぬ。兵数では我らが圧倒しておるが、寒河江氏の嫡男、寒河江重信は、猛将として名が通っておるし、寒河江城も天然の要塞であり侮れぬ。油断しなければ、楽に勝てるかと存しますが。まあよい。出陣することにいたす。はは。芝忠持がどれくらいの兵力を持っていたのかはわからないんですが、一般的には寒河江氏よりも、はるかに多い人数を集めたみたいなんですよね。圧倒的な不利な状態において、寒河江城の寒河江時重と、寒河江重信も防備を固めることとなります。寒河江城の様子も見てみたいと思います。芝家の大軍が押し寄せてきたようじゃな。恐ろしいほどの大軍だと聞いておるが。まだ、負けたと決まったわけではありませぬ。寒河江城は背後に最上川が流れており、天然の堀となっておりますし、正面からの攻撃に対しては、多くの砦軍を形成しております。そうじゃな。防備に関しては、できることはやったと言うべきじゃろう。その通りでございます。わしはそなたの武勇を信じておる。わしよりそなたの方が戦に関しては、何倍も上の実力を秘めておることは間違いない。実戦式は、わしではなく、そなたが行うようにせよ。総大将はそなたじゃ。はは。私は溝の部城に入り、正面の敵に対し軍隊を指揮します。わかった。ならば、わしが寒河江城を守ることにいたそう。寒河江氏は圧倒的に不利な状態ではあったんですけど、猛将寒河江重信が溝の部城に入るなど、徹底抗戦を決め込み、寒河江重信が実質的な総大将だった話があるんですよね。でも、寒河江重信の武勇や、寒河江城の防備の硬さや砦軍があっても、芝忠持が率いる幕府軍とは、戦力が全く違うからね。防備を固めた寒河江氏に対し、芝忠持は策を持って戦うこととなります。しばし側の様子を見てみましょうか。アミジェ、寒河江氏は多くの砦を築き、守備は固いようですな。敵の防備は固くても、我らの方が戦力は圧倒的に上じゃ。豊富な戦力を使い、寒河江氏を葬ってやりましょうぞ。ならば、別動隊をそなたに任せるから、最上川の上流にある、漆川の支流からそなたは攻め込むようにせよ。
それだと、私は寒河江氏が築いた砦軍を正面から攻め込むことになりますが。安心せよ。わしが、このようにいたす、ごにょごにょごにょ。わかりました。作戦の通りにやります。ならば、別動隊を頼む。はは。寒河江氏の砦軍を正面から正攻法で一つずつ攻略するようにせよ。芝金よりの軍が正攻法で砦軍を攻撃してきおったか。迎撃せよ。芝金よりと寒河江軍の戦いが始まったようじゃな。芝金より様は砦軍を守る寒河江重信に手こずり、苦戦しているようでありますが。問題なしじゃ。我らは最上川を溶かし、一気に寒河江城を落とすぞ。お待ちください。最上川は天然の要塞ですぞ。最上川の渡河は多大なる犠牲が出るはずです。そのようなことは分かっておる。我らが犠牲をいとわずに、寒河江城を攻撃すれば、寒河江重信も寒河江城を無視することはできまい。なるほど。我らの方が圧倒的に兵力は上じゃ。犠牲は覚悟の上での、寒河江城への攻撃じゃ。わかりました。最上川を溶かし、寒河江城に攻撃をかけよ。はは。む。柴忠持ちの軍勢が勢いよく、最上川を溶かし城に押し寄せてきよる。応戦せよ。最上川という天然の堀があっても、兵力が違いすぎる。ここは、我が子である重信に連絡し、援軍を要請するしかあるまい。む。父上から援軍要請が来たが、こちらも手一杯じゃ。しかし、寒河江城が落ちては、仕方なしじゃ。寒河江城に兵を回すのじゃ。寒河江重信は寒河江城に遠兵を送ったようじゃな。皆の者、寒河江城の砦軍の兵は手薄になったぞ。一気に砦軍を攻略するのじゃ。柴金頼朝が砦軍の大半を落としたようですな。犠牲を恐れず最上川を溶かし、寒河江城を攻めた甲斐がありましたな。これで、寒河江城を挟み撃ちにできる。寒河江城に猛攻をかけよ。はは。む。前後に敵を抱えてしまい、砦軍も陥落し、兵たちに混乱が広まっておる。者どもまだ戦いは、終わってはおらぬ。奮戦せよ。父上、申し訳ございませぬ。私が不甲斐ないばかりに、戦いに敗れてしまいました。そのようなことはない。わしがそなたに助けを求めたから、戦いに敗れたのじゃ。不甲斐ない父を許してほしい。私が結露を開きますので、父上はお逃げください。わしに逃げよと申すのか。父上さえ脱出してくれれば、私は思い残すこともありません。む。心配はいりませぬ。私も父上が脱出した後に、後を追うつもりです。わかった。死ぬでないぞ。はは。父上は無事に脱出に成功した。わしは朝鮮時にでも入ることにいたそう。わしの降伏の申し出は却下されたようじゃな。朝鮮時は幾重にも囲まれておるし、脱出は不可能じゃ。わしに従ってくれた者も、わずか61名になってしまったか。わしのような者に、最後まで付き従ってくれたことには、感謝の言葉しかない。芝の連中は、わしの首をではの南朝勢力一掃の儀式とでも、考えているのじゃろう。ここまでのようじゃ、わしは自害いたすが、最後までわしに従ってくれた、お主ら61名は好きなようにいたせ。わしはたとえお前たちが、敵に命乞いをしようと恨みはせぬ。わしの首を敵に差し出しても問題はない。寒河江重信が、自害してしまいましたね。でも、父親の寒河江時重は、鎌倉公方、足利氏光に降伏を許され、人質を差し出して、
命は助かったんだよね。寒河江氏も、まだ滅亡したわけじゃないんですよね。寒河江氏下信の死をもって、出羽の南朝勢力は壊滅したと言っても良いと思うぜ。これで、奥州の南北朝もケリがついた感じだよね。宇州短大の芝金よりは出羽を手中に収め、幕府から屋形号を許され、地名からもがみ氏を名乗ることになったわけだ。ここにおいて、宇州短大、もがみ氏が誕生したんですよね。前回の動画でも言ったんですが、芝金よりのもがみ氏の家系が、戦国期のもがみ義明に繋がっていくんだよね。もがみ氏の誕生は、奥州での南朝が壊滅したことで、できたとも言える。毎度のことで多くの方がわかっていると思うんですが、南朝がいなくなると、今度は浮き輪もめを始めるんですけどね。おなじみのパターンのような、この時点で奥州においては、芝氏が最大の勢力ではあったんだけど、もう一人の奥州短大であるキラモチ家や、日本松にいた畠山国明などの勢力がいたわけだ。奥州もまだまだ混乱は続きますから。中央では足利義満の時代になっていたんだけど、幕府に基準していた伊達氏が上洛し、足利義満に謁見した話があります。足利幕府の方では慣例の細川頼行や佐々木同様の、意向もあったかと思いますが、ここでは足利義満との対談形式で話を進めます。わしは伊達家が奥州から、わざわざ上洛してくれたことを嬉しく思う。私は足利幕府に忠誠を誓うために、上洛しました。伊達家は藤原北家のでとも伝わっておるし、摂関家の流れを組む伊達家が、幕府の一員になってくれたことを喜ばしいと感じておる。今の伊達家は奥州の田舎者に過ぎず、大げさすぎでございます。伊達宗像はなかなかの人物のようじゃな。最近、鎌倉久保、足利氏光が勢力を拡大しておると聞いておる。足利氏光を牽制する意味でも、伊達家は要となってくれそうじゃな。将軍家の者たちは、わしをどうやら気に入ってくれたようじゃな。岩清水八幡宮の前方寺通勢と面会してはもらえぬか。まあ、わしの言いたいことはわかっていると思うが。わかりました。前方寺通勢殿は将軍様の聖母である、木野義子様のお父上でございます。我が子、正宗と共に恥ずかしくないように、いたしたいと考えております。む。うまくやってほしいと思っておる。はは。これから、伊達宗党と正宗が会う前方寺通勢は、足利義満にとって外祖父にあたる人物なんですよね。なお、ここで登場する伊達政宗は、戦国時代の後期に登場する、独眼竜の異名を持つ、伊達政宗とは同姓同名の別人なので注意してください。それでは、伊達宗党、政宗と、前方寺通勢の様子を見てみたいと思います。義満殿は我が娘を伊達家に嫁がせたいと考えているようじゃが、伊達家は藤原国家のでとはいえ、今では奥州の一豪族に過ぎぬのであろう。どうしましたかな。いえいえ、何でもございませぬ。一つ私と雑談でもどうですかな。よろしくお願いいたす。言い方は悪いが、伊達殿は奥州の者ゆえに、我が娘を預けるのに不安を感じておりました。それは、親として当然のことでございます。わしは伊達宗と殿と話をしてみて、想像以上のものだと分かった次第でござる。ぜひとも義見を結びたい。これは嬉しきお言葉でございます。もしよろしければ、我が嫡子である政宗とも話をしてみませぬかな。よろしくお願いいたす。伊達政宗でございます。これは、立派な若武者でござるな。と、わしと語り合ってもらいたい。わかりました。伊達政宗殿が、並大抵のものではないことがわかりました。ありがたきお言葉でございます。政宗殿にはぜひとも、我が娘をもらっていただきたい。娘には夫人として、政宗殿に仕えるように厳しく言っておきまする。政宗殿が娘をもらってくれるのであれば、わしもこれほど喜ばしいことはない。こちらこそ、よろしくお願いいたします。娘のことをお頼み申す。前方寺通勢の娘と、伊達政宗が婚姻を結んだことで、伊達家は将軍家からのバックアップを受け取れるようになったんですよね。これが伊達家発展の、きっかけとなるんだよね。
前方寺通世の娘は後に伊達政宗夫人となり、輪王寺を改ざんし、蘭亭善女と呼ばれるようになる。これで伊達家は義満の母親の妹を迎えたわけですから、欧州でも一目置かれたことは間違いないですよね。それでも、伊達家の躍進には、もう少し時間がかかるんだけどね。余談なんだけど、伊達家と将軍家が婚姻を結んだ頃に、九州では今川領春が南朝方と戦っていたわけだ。これだと、今回の動画が中央や九州を抜いてしまったことになりますが、気にせず話を進めましょうか。1373年は今川領春が太宰府を陥落させた年でもあるんだけど、欧州においては、吉良氏と畠山氏の対立が再び起きた話がある。過去に欧州の覇者となった、石堂義房が失脚した後に、吉良定家と畠山国氏の、二人が欧州官吏となり、官能の上乱で敵味方に分かれて争ったんだよね。この時に畠山国氏は、吉良定家に敗れ自害したわけだ。畠山国氏に協力した留守氏も没落したんだけど、しばしが留守氏を復興させたんですよね。畠山国氏の意地である畠山国明は、二本松により吉良家打倒に燃えていたわけだ。その時の様子を見てみましょうか。多賀城にいる欧州短大吉良氏は、昔ほどの威勢はないと見た。わしは留守氏を味方とし、吉良の連中を欧州から追い出してみせようぞ。留守氏は無事に我らの味方となってくれたようじゃな。国府の多賀城に向かって進撃せよ。畠山国明は過去に、畠山氏と共闘した留守氏を味方につけ、吉良持家を襲撃し、多賀城を陥落させた話があるんですよね。かつては、欧州最強だった吉良氏も衰えは隠せないよね。多賀城を追われた吉良持家ですが、反撃するべく動くことになります。なお、現時点で欧州最大の勢力である芝氏は、代替わりしており、欧州芝氏三代目である芝秋持の時代になっています。む。多賀城を奪われてしまったか。畠山国明から単独で多賀城を奪還するのは、至難の業じゃろうな。ここは芝氏や和菓子に、助けを請うこととしよう。もう一人の欧州短大である、吉良持家殿が畠山国明に攻められ、国府の多賀城を奪われてしまい、我らに助けを求めてきたと聞いておりますが、これは願ってもない好機じゃ。なるほど。吉良氏と畠山氏の戦いを、消耗戦だと考えているのですな。その通りじゃ、これは勢力拡大のチャンスであり、吉良持家を助けることに致す。ならば、出陣の準備ですな。それと、畠山氏に味方した留守氏に工作を施しておくのじゃ。なるほど。留守氏を復興させたのは、しばしですから、留守氏は我らになびくかもしれませぬな。その通りじゃ、吉良持家殿の援軍として出陣致す。はこうして吉良持家、芝秋持、和菓子などの軍と、畠山国氏、留守氏の軍が激突することになったんですよね。吉良、芝連合軍と畠山、留守氏らの軍は、鳴瀬川を挟んで対峙することとなる。鳴瀬川での戦いは、芝氏が吉良氏に味方したことで、吉良氏、芝氏、和菓子の軍勢は、畠山氏、留守氏の軍勢の倍以上もいた話があります。この時に、吉良持家、和菓子の軍が畠山国明の軍と対峙し、芝秋持の軍は留守氏と対峙したんだよね。留守氏は恩がある芝氏と正面から、ぶつかることになってしまったんですよね。それでは、戦いの様子を見てみたいと思います。氏家三河の神に命じ、留守氏の軍に攻撃をかけさせよ。お待ちください。氏家殿の指揮する兵士の数は、留守氏に大きく劣っており、半分以下の兵士で敵に攻撃することとなりますが、心配するでない?留守氏の家中で交戦派は佐藤兵庫之助だけであり、残りの者たちは、我らと戦う意思はないと聞いておる。なるほど。留守氏家中は我らに対し恩を感じており、士気は低いとお考えなのですな。その通りじゃ。留守氏の軍が崩れれば必然と畠山の軍も壊滅し、敗走するはずじゃ。わかりました。我らの強さを欧州の諸将に見せつけてやりましょうぞ。留守氏の軍に攻撃をかけよ。はは。むむ。留守氏の軍がいとも簡単に敗走してしまったではないか。これでは戦いにならぬ。永田城に逃げるのじゃ。芝秋持の軍が留守氏を破ったことで、畠山の軍勢は永田城に退いたが、これでは我らに手柄がないではないか。むむ。我らは単独で永田城を包囲せよ。
キラ持ち家が単独で、永田城を包囲したが、焦って城を囲んだせいか、包囲が緩いようじゃな。これなら、十分に脱出できる。本国である二本松に撤退せよ。成瀬川の戦いは、キラ家と柴家の連合軍で戦ったんですけど、武功を挙げたのが、柴家だけだった話があるんですよね。これにより柴氏は欧州での、覇者の地位を確定させたとも言われているよね。畠山氏とキラ氏の、第2ラウンドが終わってみれば、柴氏だけが勢力を拡大し、求心力を高める結果となったわけだ。こうした中で、キラ持ち家は次のような行動を取ったとされています。どうやら我らから、柴氏にくら替えする武士が続出しておるようじゃな。わしも欧州短大といえども、求心力橋場気持ちの足元にも及ばぬ、指示をなくしたキラ家では、多賀城を守りきることもできぬであろう。わしは潮松に移ろうと思う。これでキラ氏も、完全に没落してしまいましたね。キラ左大への時代は、キラ氏は欧州で第一の勢力だった話もあるから、残念に感じるよね。キラ持ち家が多賀城を去ると、欧州短大の柴明持ちは、石橋宗義を多賀城に配置した話がある。石橋宗義は前回の欧州の南北朝に、の動画の最後の方で、足利義明らの命令で、軍を率いてキラ家の内紛を収めに来た人物ですよね。しかし、結局は石橋宗義も多賀城を去ることとなり、柴明持ちが大崎平野にある斧を本拠地にしたことから、国府、多賀城も欧州の中心地ではなくなってしまったわけだ。奈良時代から平安時代に、欧州の中心地となったとされる歴史ある多賀城も、これで、歴史に埋もれてしまったような、柴明持ちは斧を拠点とし、大崎氏を名乗った話がある。大崎氏に関しては、すでに名乗っていた話もあり、河内四島と呼ばれる勢力があった場所に、大崎氏が入ってきて、名前が変わったとする話もあるんですが、それでも、足利義満の時代には柴氏の一族の中で、分家して最上氏と大崎氏が確立されたことは間違いなさそうね。でも、欧州短大、柴忠持と欧州短大、柴金よりは元は兄弟だったんですけど、代が変わるにつれて、疎遠になってしまうところが悲しいところですよね。大崎氏と最上氏は、元は兄弟の間柄でもあるからな。これが封建制度の欠点と、呼べる部分でもあるんだろうけど、補足しておくと成瀬川の戦いで敗れた畠山国明は二本松に帰ると、二本松氏を名乗った話がある。二本松氏は黒人衆のような、扱いになってしまったような話もあるんですが、室町時代をくぐり抜けていくんですよね。余談なんだけど、戦国時代の後期に独眼竜で呼ばれる伊達政宗の父親である、伊達輝宗を二本松義継が拉致した事件が起きている、世に言う。伊達輝宗拉致事件のことだよね。これにより、伊達輝宗は亡くなってしまうのですが、伊達輝宗拉致事件を引き起こした二本松義継は、畠山国明の子孫となるぜ。意外なところで繋がったよね。でも、すでに欧州では南朝の残党は残っていても、駆逐されているような状態ですし、柴明持ちが欧州の覇者となったことで、欧州にも平和が訪れたんですかね。まあ、多くの人がわかっていると思うんだけど、これでまとまらないのが、この時代なんだよね。ここで将軍家と縁戚関係となった、伊達氏の様子を見てみたいと思います。父上、欧州短大の大崎氏が、勢力を拡大しているようですな。大崎氏の勢力の拡大が続けば、いずれは伊達領にも達し、我らの領地を脅かす日が来るであろうな。どうやら、今のうちに手を打っておく必要がありそうですな。欧州には一騎勢が多数おるが、我らが密かに一騎勢を援助することにいたそう。それが賢明だと思います。それに、我が伊達家もまだまだ勢力を拡大する余地は残っております。うむ。我らは将軍家と縁戚関係を結んだわけであり、欧州の諸将であっても、我らと面と向かって戦うことは躊躇するはずじゃからな。その通りでございます。我らは伊達家の発展のために、尽くすことにいたしましょう。頼りにしておるぞ。はは。これだと、まだまだ平和とは、行きそうにありませんね。南朝の脅威がされば、幕府内で争うだけだからね。ここから、伊達氏の勢力拡大が始まるわけだ。でも、伊達氏の躍進の前に、中央や九州の南北朝も進めておかないといけないような。すでに欧州は近畿地方や、九州の南北朝を時代的に抜いてしまったからね。それでも、多くの方が知っているように、足利義満の時代で、南北朝は終焉に向かうこととなる。南北朝が終わっても、五南朝なんてのがあるのですが、そのあたりもだんだんとやっていきたいところだよね。
それと、増加三振で止まってしまった、日本の初期の頃からの歴史もやりたいと考えております。他にも、古代オリエントとか、朝鮮の歴史とか、止まってしまっているものも多数あるような。そのあたりも少しずつでも、進めていきたいと思っております。次の南北朝の動画なんだけど、中央をやることになると思うぜ。今度こそ、クスノキ氏の。ですよね。それと、過去にリクエストで後村上天皇の最後をやってほしかったと、いう意見をもらったことがあるわけだ。南朝の後村上天皇の最後は、一言で終わってしまっていたような。後村上天皇の最後とクスノキ氏の話は、合わせてやりたい部分でもあり、過去の動画内では、詳しくは扱わなかったわけだ。後村上天皇の最後は、簡略なものになってしまう可能性もありますが、クスノキ氏の、話とともに扱えると考えております。まだ、何も書けていない状態だから、何とも言えないのですが、それと、概要欄に室町幕府の動画の再生リストを貼っておきますので、興味があれば、ご視聴してみてください。それじゃ、今回はこの辺で終わりにしておきたいと思います。この動画が面白かったらチャンネル登録と、概要欄から Twitter の登録、ブログなども見てくれたら嬉しく思います。それを励みとし、動画作成を頑張りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。